お待たせいたしました。それでは A 部門の予選結果の発表を行いたいと思います。5、4、3、2、1の順番で発表させていただきます。まず 5A 部門予選第1位、最終得点 87.5 ポイント、森本陽太郎選手、おめでとうございます。 5A 部門は以上となります。続いて 4A 部門予選第1位、最終得点 82.5 ポイント、馬場雄三選手、おめでとうございます。続いて第2位、最終得点 63.6 ポイント、武藤健太郎選手、おめでとうございます。以上が 4A 部門となります。続いて 3A 部門予選第1位、最終得点 86.0 ポイント、田平そら選手、おめでとうございます。続いて第2位、最終得点 55.6 ポイント、難波孝之選手、おめでとうございます。続きまして 2A 部門の予選、こちら、予選通過者は2名となります。まず予選第1位、最終得点 93.0 ポイント、今井新選手、おめでとうございます。そして第2位、最終得点 52.8 ポイント、高松レオ選手、おめでとうございます。以上が 2A 部門の予選通過者となります。そして 1A 部門の予選通過者は5名となります。それでは発表していきたいと思います。 1A 部門予選第1位、最終得点 93.0 ポイント、難波司選手、おめでとうございます。続いて第2位、最終得点 79.7 ポイント、串野健太選手、おめでとうございます。続いて第3位、最終得点 60.9 ポイント、織田祐介選手、おめでとうございます。続いて第4位、最終得点 58.3 ポイント、中島アトム選手、おめでとうございます。そして 1A 部門最後の予選通過者、決勝進出者となります。第5位、最終得点 51.7 ポイント、堀内浩人選手、おめでとうございます。以上が予選通過者となります。おめでとうございます。通過された選手は決勝の準備をお願いいたします。